谷がボールを触って中へ出す。さあ小谷のボールの前、シュートを打てるか。ドリブルで上がっていく。左足軽く上げたボール、これはキーパーよく弾いた。キーパーの林が右手をいっぱい伸ばしてどうにか外に出しました。20番の花井でしょうか。20番の花井が中央にいる。その中央、水永のシュート、決まった。先制点は水永。前半の13分、背番号9番の水永が北九州先制ゴールを挙げました。水永としては2試合ぶりのゴール。コーナーキックから頭で合わせていきました。水永ゴール前、ここは奪いましたガンバ。34番の高弘、ここも奪い返した。さあスペースがあるぞ、右足のシュート。小野寺のシュートはキーパーがうまく弾いていきました。氷と一味が前へ上がっていく。そして30番の平尾もボールが欲しいと要求。その平尾へボールが取った。クロスを上げる、ゴール前右足、ヘディングシュート、惜しくも右足には合いませんでした。ガンバが1本目のシュート、後ろから瀬能が頭で突っ込んでいったんですけども、高高弘、そして柴本、17歳ユースの選手。瀬能からその柴本に出たシュートを打てるか。中へ折り返して右足のシュート、氷のシュート。プロ初ゴールは氷、貴重な同点弾。前半の40分、29番の郡宏夢、プロ初ゴールを挙げました。1対1です。ボールを奪った瀬能です。ドリブルを仕掛けてシュートを打っていきました。最後はシュートで打ちました。終わりました。両チーム通して後半は1本目のシュート、池本が左サイドへ、スペースが空いたところ、右足で小谷が収めて、まだボールキープし、左足のシュート、福盛、左足の強烈なシュートを見せていきました。3人が動き出している。ニアサイド、ゴール決まった。ニアサイドから17番の加藤貢献です。後半の15分、なんと加藤貢献のヘディングシュート、勝ち越しゴールは加藤貢献。2試合ぶりのスタメンの監督の起用に応えました。瀬能が右足、ゴール前こぼれている。さあ氷打てるか、右足のシュート、一味のシュートは枠の上。一味が大きなチャンスを得ましたが枠の上、越えていきました。さあこのプレーでラストプレーということになるか。小松がドリブル上がっていく。小松が仕掛ける、左で上げたボール、ゴールラインを割りました。ここで試合終了を告げる。長いホイッスル。90分が終了しました。ガンバ大阪の選手たちは倒れ込んでいます。